お、イサオだ。やあ、イサオ、わあ、イサオ。イサオ話したいな。印刷写ってるから見てるけど、全然いいねしなかった。あ、そういうことか。そうそうそう。一気にさ、ザーって、あ、おちゅりだと思って。見た。派手なのバカーバカーン。こんばんは。きょまいさん。ニヤニヤ。いやいや、今日はリナリーさんのね、10周年イベントだったんです。もうめっちゃね、あったかかったよ、雰囲気が。真っ赤でしたね、テンポが。情熱の赤。ごめんねって言った。え、全然、ありがとうね、見てくれて。で、一気にいいね来るのもね、なんかね、チャリの回でいっぱいバーってね、通知欄になって、ちょっと嬉しかった。チャリタンってなったよ。今日ありがとうございます。夢の話も聞きたい。そう。やっと私、ネット話せた。久しぶりに会ったよね。幸せな一日でしたね。で、なんか本当でも無事に、リナさんのそのイベントができてよかったなと思って、延期になっちゃったけどね。無事にできたから。よかった。今日のも可愛すぎ。本当？嬉しい。今日はハーフアップにした。こいつくいらっしゃい。こんばん。いますか。あ、ゆずさん、お疲れ様。ありがとう、ゆずさん。こんばんは。ゆずゆず。やっぱり、ももしか勝たん。そう。ももしか勝たん。かずむりた、こんばんは。いらっしゃい。こんばんは。からさん、ももしか、ありがとう。からさん。もしゃん、ももしか、ありがとう。おつもも、しきしき。調子はどうだい？モッサン。腕がシースルーおしゃれですね。え、嬉しい。これ確かなんか、めっちゃフリフリ。これさ、あ、待って。汚れてない？今日めっちゃ気をつけてさ、トマトパスタ食べたのに、これ絶対トマトパスタのシミじゃん。赤いの。しんど。あー、汚しちゃった。そう、気をつけてたんだけど、白いから。多分これトマトやったわ。そう、なんかめっちゃ腕がね、ここ当たっちゃうんだよね。いろいろ。かわいい。最後慌ててシャメしてすいませんでした。ね、あのさ、マスクめっちゃかわいいね。最後思ったんだけど。めちゃめちゃかわいかったんだけど。あ、ガスちゃんだ。ガスちゃん、お疲れ様でした。今日も。こいつくこんばんは、引きこもり。あれ、引きこもりのような、リンドリンだったの？今日めっちゃ疲れたけど、もうのおかげで頑張った。ほんと？よかった。お疲れ様、今週も。休日だけ頭痛っていう。え、大丈夫？え、でもさ、なんか最近雨多いじゃん。結構私も気候でさ、頭痛くなったりするんだよね。テンポ行ったけど疲れやすい。あ、そうだったのか、モッサン。あ、ね、リム来てくれたよね。そうだった。なんかモッサンが多分予約してくれた瞬間に私居合わせてて、一部で。え、モッサンみたいになってたよ、みんなが。あ、いい意味だよ。モッサン来てくれるのって言って。そう。こいつくんハートありがとう。またいさんめっちゃ可愛いよね。いや、嬉しい。嬉しい。ちょっと洋服を褒められるのはね、めっちゃ嬉しい。嬉しいな。トイレの花子さん、こんばんは。トイレの花子さんは、隣か。間違えた。間違えた。隣の花子さん、てっつ。あ、ゆきぴょんだ。こんばんです。肉球。あー、ここショックン。漂白剤やった落ちるかな。ショックポン。汚しちゃった。引きこもりのテンションダウンです。え、大丈夫？なんでダウン？体調悪かった？現場が2件重なってるけど、そのうちの1件が終わりそう。お！頑張ろう。そしたら、ちょっとは、忙しさも減るのかな？行くきありがとう。ワイフと結婚観の話をした。え、それは気になるわ。ワイフの結婚観気になるわ。結婚観とは。かなりハートありがとう。
がとう。ポケットからキュンです。魂だけお見合いにいたつもりですって。うん！光一くんの真っ赤なバラが、ここにも咲いていた。あー、ハートいっぱいありがとう。バンバン、おいさま、ありがとう。ゆきぴょん、クローバー、ありがとう。四つ葉ちゃん、おっさんは結婚したいの。わー、めっちゃ気になる、その話聞きたい、私も。聞きたい。今日はへこみ始めた時に、追いつかけて凹んでも、なんで？何があったん？悲しい顔しないで、笑顔の君が一番見たいよ。トッシー、こんばんちゃ、こんばんちゃ、トッシー。こんばんちゃちゃ。あ、トッシー、お手紙ありがとうね。届いた。ありがとう。嬉しかったよ。いつもありがとう。大切な人の大事な日に悔しくて。あー、でもそうだよね。もどかしくて。いや、でも思いは伝わるから大丈夫。こいつくん、バラありがとう。ありがとう。いいね、赤いバラ。赤いバラのアイテムあるのめっちゃいいな。えなりーさんの配信で投げたい。最近疲れが取れなくて困ってます。それはね、頑張りすぎだからだよ。それは仕事頑張りすぎだからだよ。息抜きが大事です。むちゃん、会いたいってまさん。次のさ、予定はむちゃん。来週はどう？やすだこん、やすだこんばんちゃん。やっほー。あ、お星様、ありがとうございます。春が来た、春が来た、どこに来た。山に来た、里に来た、海も来た。会いたいの、いいやつ、会いたいよ、私も。会いたいよ。いつまとまらない。もう嬉しい。思いが本当にこもってて。文字って本当にいい。もうお手紙ってめっちゃ感動しちゃう。無理しすぎてるからって。あ、そうなの？心配されてるの？大事なとこで落ちちゃうしって。ネガティブは吹き飛ばそう。ポジティブに考えたらきっと気持ちも。やけになりそう。なんで？そこまで。内容は全然私もわからないけど。でもなんか辛い時とか、なんか悲しいことあった時に、悲しい方に持ってったらもう自分をなんか落とすのってどこまでもできるからさ、それをどうなんか気持ち、メンタルをさ、持ってくかだよね。悲しいことあっても、なんか、ね、そこから得たこととか、自分が、さっきリプで見た、ありがとう、嬉しい。いつも応援してくれてて、嬉しい。ありがとう。ゲイちゃん、こんばんは、こんばんは、ゲイちゃん、ありがとうね、今日も。テルマエロマエの撮影ロケ地でイベント。あれ面白いよね。テルマエロマエって。面白いよね。物存在が癒しだから。もういるよ。泣きそうになる。嬉し泣きだったら、OK。ハート、ありがとう、ハヤト。ありがとう。今日の前髪、もうやばい、これは。これは35点。みなごみに会いたいです、こいつくん。うちらも、残念だけど仕事、もときありがとう。頑張ってよ、仕事。ありがとうね。とりあえず、ミニセーター。そうだよね、ひーちゃんもそうだよね。とミニセーターのやつ。来月だもんね、ひーちゃんのセーター。かなち、おかなち、久しぶりだ。やっほー。伸びてきちゃった。テルマエロマエ、あ、水戸なんだね。そうなんだ。温泉じゃん、温泉。うれし涙に気は取れる。今まで今だから。みんな、悩まないで。明日でもリポ送って。ありがとう、かなち。
元気かな？あのち待っているリプいつも。せいちゃんお宮に足を伸ばさないと壊れそうですって。大宮が呼んでいる。こういちを。ここいち、こういち。もう受け入れてくれてよかった。もちろんだよ。もう深刻を何事かと思って焦ったけど。もちろんだ。帰り際話したやつは近いやつに。うん、わかった。ありがとう。ありがとう。トゥートゥー。気持ちのせいでできたけど、つらい。酒が辛いと桃も辛いぞ。もうじゃあ今週もありがとう。あ、ありがとう。本当に楽しい時間をありがとう。また一週間頑張ろう。今週も本当にはラベルター書く会があるんだねって。いや待ってる、本当に。だってさ、いつもトッシーさ書いてくれるじゃん。こんなになんか定期的にね、アイドールにお届けしてくれる人初めてだよ。歴代初だからすごいなんか嬉しくて楽しみに待ってる。あ、星様ありがとう。お星様き ささのふさらさらの木まに揺れる。埼玉市は精密市長が埼玉市長ね、あ、そう、なんかね、あのね、清水市長のね、あの立ち演説ね、聞きに行きました、つい最近。あのね、清水市長の前にこうってね、私服で立ってたからね、多分気づかれてないの。な、観光大使のさ、このさ、たすきとかさ、してなかったし。で、なんか、埼玉市民の方ですかってね、声かけられた。あ、ごめん、主には心配かけたくない。いやいやいや、心配だけど、でも無理はしないでよ。辛いのは嫌だから。あ、しねたんだ、こんばんは。しねた、こう。しねた。こんばんは。お元気？おさなばっかーん。ばっかーん。改めて夢叶えた。うん、うん、うん。今日したの、他人にしたの初めてだったから。怖かった。ごめん、私も拍子抜けしてごめん。でも今までずっといろいろ悩んでたのかなと思った。聞けてよかった。こちらの視聴者の22日頃から集計する。あ、ハンバーグ。仕事しかボールペン使わないから文字書こうかな。ね、でもさ、わかる？なんかね、文字って書いてないと書きしたらさ、こうあんまりさ、なんていうの、テストとかさ、やったりしないからさ、文字ってなんか書けなくなるなって思った。10年だったなんて、10周年、そう、りなりさん、そう、10周年。すごいよね。ないよ。むちゃん、むちゃん、埼玉市長になったびっくりだよ。文章まとめるの苦手だし、全部超汚いけどって。なんだよな。あ、みるちゃん、先生、やったー。何する？こんばっかーん。焼肉弁当食べましたって方け、一緒やん。あ、ラムの好き。あ、そうそうそう、そのこだわりがね、めちゃめちゃすごいと思って。桃のさ、レターさ、探してくれたんだと思って、なんかすごい愛おしくなった、トッシーは。おはにょうさん。この、急中でしい話があって、お、ビーズの新曲解禁して、え、曲名
何？アイドルと一緒？あの曲？何や？朝ごはんめっちゃ食べてる。いいね。食べれるときもりもり食べて栄養つけないと。夏が来るから夏バテしちゃう。文字すぐ検索するから書こうとしても簡単な感じすら忘れ。そうそうそう、なんかそれがさ、なんかさ、現代のなんか。だから、ちゃんと書くのが大事なんだろうな。本気の相手にしか言えないけど、もうにゃ言えてよかった。ああ、ありがとうね、本当、話してくれて。埼玉市長、最低、確定、おわ 私もでもそれぐらいか。交換日記、あ、交換日記ね、ちょっとなんか楽しかったな、交換日記。ね、確かに、ああいうね、そうだよね、お手紙みたいだしね。君との忘れないで、いつかの涙。晩ご飯食べたい。食べよう。また一緒、一緒だった。びっくりした、私も。心がつながってるんだ。マミーで交換日記。え、ちょっと交換ノート、なんか、小学生の時ってそういうのやっちゃいけないじゃん。交換ノートとかさ、手紙とかさ、先生にさ、バレたらもう取り上げられるみたいな感じだったから、こっそり。なんか机を運ぶじゃない？で、机を運ぶときになんか、その同じクラスのやんちゃな男子が、私たちの交換ノートを机からこう落としちゃって、拾って読んで、問題すぎない？隠しとけばよかった。アイドルの君となるんジャケ写って。あれ、昔のアルバムの裏ジャケ。え、そうなの？すごい、なんか縁があるんかな。ビーズがなんか欲しい。サブスクか。アイドルもサブスク欲しい。これ聞くたびティフのライブ思い出す。あー、ティフなー。男子校だったから、あー、そっか、男子はやらんか。そうだよな。楽しいね。でも男女でこう。そうだね。これだけ最近、もうの姿見たら泣きそうな。なんでよ。なんで泣きそうなんのよ。笑って。あ、シンジ、テンポ、あ、そう、平日、あ、寒いのはこれか。はーい。皆さん、いっぱいコメントも。週末お疲れ様でした。ランキング。13位、バトー。ありがとね。またね、みんな。バイバーイ。おやすみー。また明日。